入港したのはアメリカ海軍のミサイル駆逐艦ラファエル・ペラルタ1隻で、今日午前9時ごろ石垣港の沖合に停泊しました。アメリカ軍の駆逐艦ラファエル・ペラルタ、そのすぐ近くには一般の船が航行していますが、その差からも大きさは一目瞭然です。全長155メートル余りの駆逐艦は船体が大きく着岸が困難であることから入港不可と市側が回答。これを受けアメリカ側は計画を変更し、駆逐艦を石垣港の沖合に停泊させ、乗組員はボートを使いクルーズ船が入港するパイヌ浜町から上陸するものとみられています。今回寄港したラファエル・ペラルタは敵地攻撃も可能な巡航ミサイルトマホークなどを搭載していて、寄港を反対する住民らが港のゲート前に集まり反対の声を上げました。アメリカ軍の強硬な状況というのが、もう石垣島にもそういう形で今からなるのかなっていう、もう恐怖そのもの、住民を何だと思ってるの、石ころだと思ってるのって言いたくなる、こうした中、貨物の積み下ろしなどを担う港湾労働者で組織された全港湾沖縄地方本部は、労働者の安全を守るためとしてストライキを実施する方針を固めています。民港の使用の自粛を防衛省に伝えてきた玉城知事は次のようにコメントしています。港湾労働者によるストライキも予定しているということですので、こういう事態を招いてしまうということを米軍や防衛省はしっかりと受け止めてですね、どのような形であってもやはり緊急事態以外は使用自粛するということを守っていただきたいと思います。ストライキは今日午後1時から石垣港で行われる予定です。